こんにちは。はい、というわけでですね、実は YouTube さんにまたまた動画を削除されてしまいました。公開してからわずか15時間くらいですね。でもこれで5万回ぐらいね、ま、再生されてたんですけどね。でこれで3回目です。はい、というわけで今回はですね、動画が削除されてしまったので、ご心配してくださった方がたくさんおられましたので、またね、たくさんの応援メッセージをいただきましたので、まずはそのお気持ちに感謝とですね、ご心配をおかけしてしまったことに本当に申し訳ございません。申し訳ございません。 YouTube さんにも申し訳ございませんでした。というわけでですね、まあ、今回謝罪と反省と、そうですね、これからの展望、展望と、というわけでね、ずっと言ってるんですけど、神尾 TV がついにもうある意味なんて言うんでしょう、逆リーチというか、逆リーチ、そして多分ずっと見られてると思う。まあサッカーで言ったらイエローカードが出たので、あともう一枚出たらもうさよならということで、 そうだね、そのこのイエローカード消えないらしいので。消えないってどういうこと？というわけでですね、念のために、今までは念のために言ってたんですけども、今回からもマジでガチでメルマガの方登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼ってます。もしね、チャンネル消えたとしてもすぐ復活させますけども、最初の頃は検索しても出てこないと思いますので、その時は URL をメルマガで送らせていただきたいと思います、はい、というわけで今回はね、動画削除されてしまったので、先ほども言いましたけど、ご心配してくださった方たくさんおられますのでね、その経緯をちょっとシェアさせてください。ですね、削除された動画はですね、まあ、言ったらあかんと思うので、コロナのこのこれに関する動画でございます。で削除された理由というのが、はい、YouTube は地域の公衆衛生当局や世界保健機関 WHO が提供する COVID-19 に関する医学情報と矛盾する、医学的に誤った情報を拡散するコンテンツを許可していませんということです、とはいえですね、今回はそれを作っている会社の副社長の内部告発をご紹介したので、医学的に間違ってると断定するのでおかしいのではないかと思いますいや実際ましてやです ね、 そうなんですよね、 YouTube にその専門家チームがあって、その内容を精査してということでもないでしょうからね。あ、まあもちろんそんなことはしませんよ。まあ、大体ね、これ判断してるのは外部 YouTube 社員でさえないから、外部社員やから ね、 そうね、外部社員ね、外部社員ですよ、で世界的に見てもですね、大手新聞とかテレビのマスコミが報道しないのはもちろんのこと、ありとあらゆる SNS でも、ここ以外でもですね、この情報を出すとすぐに削除されているみたいです、そうですね、でもね、例えばです、これ例えばの話ですけど、食品会社でね、その工場で、食品作っている工場で、例えばですよ、アルバイトが鼻くそ入れていたっていう内部告発があったとするじゃないですか、それは大問題ですよね、大問題ですね、まあ、取り上げられますよね、そうですね、でその企業大炎上しますよね、うん、でその動画を、もしそのね、その情報提供した動画をとか SNS をもし全部削除されたら、その食品会社圧力かけたんかなど、もっと大騒ぎになりますよね、そうですね、そしてもちろんね、その情報自体は嘘かもしれないので、企業側をきちんと調べて事実かどうかまず確認しますよね。そうですね。でも今回の件は全くそれがないわけです、しかも一社員でも大問題なのに副社長が言ってるんですよ。そうですね、もちろんその副社長が言ってることも全然嘘かもしれないの で、 そ う、 です、ね、そういうのはオープンな場で専門家の間でしっかりと議論してもらって、真実を明らかにするというのが本来あるべき姿ですし、それがね、マスコミもそれを促してね、報道するのが使命のはずです、そしたらみんな安心してね、できますからね。でもその内部告発を隠してというか、もうそもそも一切なかったことにするというのはおかしいという、そうですね、思うんですけどね。片方がね、もう完全になかったことに、なかったことになってますからね。悪いこと、間違ってることっていうようなことも言わずになかったことにするっていうのがすごいですね、埋めるっていう感じですね、まあ、とはいえね、これ以上突っ込んで YouTube からチャンネル自体が消えてしまったらですね、その他の情報もお届けできなくなるので、そうですね、もうこの件も YouTube では深追いはしません。またもっと身近なところで言うとですね、チャンネル自体が消えてしまった神尾 TV のスタッフの皆さんとか、ゆいちゃんがの生活に関わってくるんで、そうですよ僕なんか毎日海泳いだよねせやゆいちゃんも一人暮らし始めたので、また実家戻ら、とりあえず戻らなくなるから、そう、もう養ってもらうかスタッフさんもね、他の仕事をしてる方もいますけど、神尾 TV にすごく時間割いてくれてる方もいらっしゃるから、そうですね、みんな投資家になったらいいねとはいえですね、今回削除された動画の中身は、とはいえ超重要なお話なので、ええ内容やったよ、
インスタライブとかズームとかですね、何するかちょっとまだ考えますけども、また違う SNS などできちんとお届けしたいと思います。そうですね、まあ、各 SNS などの規約も調べつつですね、一番いい方法を考えてみますので、具体的にどの SNS でいつ今回のお話をもう一度お届けするのかっていうのは神尾寮公式メールマガのみでお伝えしたいと思いますので、登録しておいてください。 YouTube いうことはまあ危ないのでないと思いますんでね、YouTube でこれ以上ね言えませんの で、 そうです、ね、ぜひ必ず神尾寮公式メールマガにまだの方は登録しておいてください、ね、こんな世の中もおかしいと思いますけどね、このこそこそと違うところで会話しましょうよね、まあしょうがないですよ、ね、しょうがないです、まあ、メールマガはね一切費用かかりません。もちろん完全に無料ですのでお気軽に登録してくれたらと思います、ね、その削除された動画の内容はですね、絶対にあなたに知っておいてほしい内容ですし、特に女性の方はちょっと聞いてほしい内容なので、また別のところでお届けしたいと思います。ちなみに永瀬さんもちょっとおっしゃってましたけれども、今回の動画はですね公開15時間くらいで約6万回ぐらい再生されたので、何かとですね話題の動画が削除されたということでですね、まあちょっとした騒ぎになりまして、逆にいろんな方がですねその事実を拡散してくれたんで、神尾TVのチャンネル登録者数は爆発的に増えました。あ、そうなんですね、ありがとうございます。まあそれだけが、いや山なったけどまあ捨てる神あれば拾う神ありじゃないですけど、ちょっと、まあ、そういう点で良かったんですけど、なるほど、まあ、イエローカードもらいましたけどね。ね、あと3年イエローカードもらわずに いけるかな、3年とか4年な、無理です90日は一応こうさ一番見られてるって書いてある。ずっともう執行猶予みたいなもんやねだから、あの悪いことせんと行きます。僕はちょっとインスタグラムなのかないやそっちフェイスブックあ、写真でな、写真で一言ゆいちゃんも再就職考えときや、結婚するかも。そうですね、インスタグラムはなりたかなりたいよ。永瀬さんも考えときや再就職だけ俺はもう羊脱いだら何でもできるからえ、あれ、あのインスタグラマーなるって言ってたやん。インスタグラマーになってもう結婚もしますよ、そうだったらもうだからもう結婚相手だから紹介してくださいそれが一番いいよなんでちょっと怒ってるね。というわけでね、ま、このチャンネル存続がですね本当にやばくなりましたね。まあね、みんな忘れんといてねあんないいチャンネルがあったこと忘れんといてください管理画面開けた一番大事なの左上に警告って書いてます怖いな怖いな。でも来てもうたら来てもうたで開き直れるけどね、でも本当になんかこうまあ、今回規約にね、こう飽きませんよっていうことをやってしまったのは良くなかったと思います、でそうです、反省しましょう、はい、でも規約見とったらなんかこうなんちゅうかね、はい、反省しなくて、はい、反省してるって言いながら言い訳したやつ一番怒られるせめてこの動画では反省しようぜ。もうしません、他の動画ではいいもうしませんので本当に、違うところでしますね、違う動画でもしませんよ、まあ、違う媒体でね、媒体でね、もうそんなんで違うところでやったんでインスタとかズームでライブやったらね、そこで制限されるってことはまあありえないから、とりあえず言っちゃえばいいから、あ、なるほどね、残しとったらあかんかもしれんけどね、ちょっとそれをまたメールマガでお知らせしたいと思います。そうですね、とはいえね、たくさんの応援メッセージもいただいていますんで、そうやって応援してくださる方がいる限りですね、これからも神尾 TV は、まあ、いろんな権力圧力に負けず、日本のマスコミを報道しないようなニュースとかね、いろんな角度からまあ、コロナをはじめいろいろな情報をお届けしていくことを約束したいと思います、これから応援の方よろしくお願いいたしま す, お願いします。繰り返しになりますけど、何回も繰り返しますけど、本当にやばい状況なんで、メルマガの方ぜひ登録お願いいたします、ね、とリンク貼ってます。ちょっと90日間僕が生ぬるくなるかもしれないですけどそこら辺ご容赦くださいね、はい、あの見てくださいチャンネル登録もお願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねお願いします。動画欄にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。というわけでですね、その動画経営で後から応援メッセージめちゃくちゃたくさんいただいているんですけど、いくつかだけちょっとご紹介させていただきたいと思います、ペンネーム神尾 TV マジ神さんからではですね、この経営で動画に対しての不安だっていうメールもいただいているんですけど、こんなこと言って大丈夫ですかみたいなね、
それは自分の彼女がそれをするのでどうなのかっていう話だったんですけど、まあ、そのね一つの回答なのかなと思ったんですけどちょっと消えてしまったんで別のとこでやりたいなと思います。あ、なるほどなるほど、はい、他にもですねポンちゃんさん、はい、36歳女性調理師の方です、うんうん、神尾 TV 出会わなければ何も知らないままでしてありがとうございます、うん、頑張ってくださいと、はい、こちらペンネームないんですけども今回のすごい熱量のある動画とても私の心を動かしました、うん、真実の事柄はほとんど報道されないことを知りました。神尾 TV 応援しますということでですね。実はもう一本あったんですけどね。それはそういうことです。あ、そうそう。自粛してもう取り下げ、うん、もうアップし自体しなかったやつがあったんですよね。あ、そうです。あ、お蔵入りになった動画もあるんですけどそっちもですね、うん、その同じような話出るんでやばい話だったんですけども続きでね続きは長なったんで2本に分けてやったんですけど、うん、1本目でもダメになっちゃったんで2本目の内容もねそのうちやりたいと思います。あ、2本目の内容またそのインスタライブかなんかでやりますんで楽しみにしておいてください。はい、他にもですねポテト大好きさん58歳男性、うん、今回のその PPE 特集はですね、うん、本当にやばいと思いました。皆さんの知らせようという情熱もヒリヒリ感じました、うん、神尾さん、南藤さん、ゆいちゃん、スタッフの皆さんは神尾 TV 楽しみにしていますので番組が消えない程度に頑張ってくださいませということで す, そうです、ね、ピンチです限度がね、うん、わきまえますこれからね、はい、うんうんうん、いつも貴重な情報ありがとうございます応援していますのでこれから頑張ってくださいという方もいますし、うん、でこのそのピーっていう動画について消されましたね。その瞬間見てました、うん、見てました。そのことをヤフー知恵袋で書いたら削除と一発利用停止くらいました。なんで、あ、もう全部つながってるってことかな、うん、どこの SNS もあかんってことなんでしょうね。なるほどね、うん、それのことを言っただけでもダメってこと。あ、そう、その内容を言ったことじゃなくて分かんないですけど削除だけなくて利用も停止されたそう、すごいことになってます世の中は。すいません、なんか、うん、なんかねネットができてやっとみんな自由に発信できるようになったと、うん、今まで新聞とかメディアしか言えなかったけど自由になったと思いきやそうじゃなかったというものとか ね、もうこの去年ぐらいコロナまさにコロナあたりから明らかになってきましたけども、まあですね、もう一気に、うん、一気にこう壁が迫ってきたって感じがするね、うん、まあ、でもできる範囲で皆さんの情報を共有してね、うん、一生固く持ってこう乗り越えていきたいと思いますんで多分七藤さんは10日後には忘れてるし、僕もまあ10日後には多分普通に言ってると思う。来週に突入だ。じゃあかん、あかん。あかんですよ。ゆいちゃんが早めに止めたらいいねんで、うん、はいって言って。もう何でも止めますもん。止め上手になる。というわけでインスタグラマー神尾寮にもご注目ください。七藤にもやります。